しい。
記憶研究館でですね、はい、ありますね。
手としました。では次は、理想郷という歌ですね。ちょっと可愛い歌を歌います。何年前に来たんですかね、ここで歌ったのはですね、こうして歌ったのは初めてなんですよ。なんか酔っ払ってから来て、なんか東郷さくらちゃんとか、なんか一緒にですね、ここでなんか一緒にやった記憶が、あれ何年前
4、5年前だと思うんですね。だと思います。もうちょっと前か。はい。やっと、やっと。ありがとうございます。あの、ここであの、少年ラジオ、少年ラジオのライブとか、まあ、あのですね、見に来たんですけど。はい。谷口隆さん。あ、ですです、ですです。ですね、谷口さんと、はい。でしたでした。7、8年前ですね。あ、ですね。はい、本当にお久しぶりでした。また今後、また今後ともよろしくお願いします。次は旅立ちという歌も、ありますけど、私旅立ちテガンドという歌をですね作りましたので。あなたは
バンドですねという歌なんで、これ昭和54年に作ってるんですよ。だからあの私の高校時代の時ね、あのこんな、まあ、フォークソングが好きで、あのもう暗い、フォークソングイコール暗いっていうなんかですね、僕らの頃は、ね、あなたもってよ、こんなでしょ、こんなのばっかり聴いてたんで、あのマイナーが多いんですね。マイナーの曲が多くて、非常にあのマイナーの曲を影響を受けまして、マイナーの曲ばっかり作ってました。ほとんどあのメジャーな歌ねんですよ。はい、ですね、もう時間を経つのは早いもんで、30分という枠でしたので、さっきも言いましたように、私金吉局長というところに生まれまして、育てしまして、単語をですね、親父が作ってもらった。で、親父のですね、田んぼお手伝いを共謀してきたんですよ。そのですね、田んぼの歌をですね、何曲作りました。あの、田の観察って知ってますね、はい、田の観察って田んぼの、あの、見守る神様がいるんですけどね、その田の神様の歌を今から歌ったので歌います。田の観察、わざわぎ田の観察の歌と申します。Just keep
そこにあの神の微笑み、加藤さん。